い、ということでいきなりオーレンロックシードから始まりましたけれども、CSM 戦国ドライバーが届きましたので、まずはね、その前日に届いた CSM の、シャルモンセットですね。ロックシードのシャルモンセット、はい、こちらを、組み合わせてね、遊んでいきたいと思います。で、今やったオーレンロックシードですが、今回大気音が戦国ドライバー側から、鳴るようになっています。グリドンのフェイスプレートをつけた状態で、BGM ボタンと効果音ボタンを長押しして、音を4つ流します。それで、オーレンロックシードのモードになりますので、あとは普通にセットする。で、カットしてもいいし、自分で手で開けてもいい。で、待機音は、自分でこのボタンを押して止めなきゃいけないんですよね。じゃないと、鳴り続けちゃいます。では、ドングリロックシード、仮面ライダーグリドンに変身です。そして、ひさざざ。さらに、効果音ボタンを押すと4種類の音声。また変身前に、セリフボタンでセリフをたくさん流すことができるんですけれども、まあ、それはこの動画の一番最後に全員分まとめて、流しますので、興味があればそちらご覧ください。長いんでね。フェイスプレートをガエムガイデンバージョンのグリドンに変更します。ではライチロックシードで変身。ひささざ。効果音ボタンでの音声は3種類。どうも、他人のアーマーはしっくりこないな。新たな危機だ。ヘルヘムの実の変種が生まれた。それを悪用しようとしている奴がいる。もともと狙われていたのはお前だ。始末はお前がつけろ。さらに、ボタンを長押しすると切り替わって、1種類のインベス変化音が、いけます。ラーボフェイスブレードに変更。ではブラーボに変身。いささざ。
返信後の交換音ボタンでの音声は16種類。パードゥン、メッシーボク、パルドン、アン、ドゥ、トゥア、メッシー、メッシー、モアラ、サリュー、ウベル、セボーン、ジトーン、クベルチューン、ボンジュー、トレビアン、エクセロン、アンクロワイヤブル、セストアンクロワイヤボーさらに、長押しでモード切り替え。ターボ外務外伝バージョンのフェイスプレートに交換。ではキングドリアンロックシードで変身。交換音ボタンで消えるのはインベース変換音のみですね。それではここからは収録されているセリフをそれぞれのフェイスプレートで聞いていきたいと思います。セリフボタンを単押しして消えるセリフと、あと長押しして各キャラクター同士の掛け合いのセリフも、何パターン結構ね収録されてるんですよね。グリドンの場合は18種。それも続けて、再生していきたいと思います。グリドンセリフが60種の長押しで全18種ですね。いきます。本当にやるつもりかい、ハッセちゃん。ま、止めないけどさ。サクシと呼んでほしいもんだな。2対1はさすがにまずいっしょ。リーダー、見損なってもらっちゃ困るね。俺たちもそうそう捨てたもんじゃないんだよ。男子3日合わざれば刮目せよってな。いや、あ、自分で名乗るんだ。おい、なんで俺グリドンなんだよ。いやでももうちょっとなんかかっこいい名前。そういうこと、後々のこと考えればさ、ここで一番強くて嫌な奴にご退場願うのがベストだよね。3対2で手堅く勝つのもいいけどさ、4対1で圧倒的に勝つのはもっと賢いわけよ。だろ、外務のお二方。おい、一緒にバロン潰すチャンスなんだぞ。何しやがる。飛び道具なんて汚ねえぞ。今回はたまたま調子悪かっただけだからな。さーて、どういう戦法で行こうかな。
越されちゃったけどね。戦国ドライバーがないんじゃレイドワイルドも終わりだね。ま、一から出直すしかないんじゃないの。さてと、こうなると今度はまた新しいカマセイヌを探さないとね。そうこなくっちゃ。ボンジューン。なんだよ、あいつらだけで盛り上がっちゃってさ。本当だったらうまいことやってさ、他のチーム出し抜いて今頃俺がトップに。あ、そっか、もうランキングなくなっちゃったんだよな。パティシエ体力基本だよ。いや無理無理無理、おいやばい、ほんとやばい、おいって。あ、ちょっと待って、この野郎なんで笑ってんだよ。なんだこれ、え、嘘。もうやってらんねえよ。おい、いい加減にしろよこの筋肉だるま。もうこんな茶番うんざりなんだよ。本物本物うるせえしよ。ああそうだよ、俺は偽物だよ。そんなこと俺が一番よくわかってんだよ。あんたはいいよな、やりたいことはっきりしてて。だけど今の俺は自分のやりたいことさえもはっきりしてないんだよ。あの俺はうるさーい。ああほんとつまんねえな。なんだかんだでハスちゃんと組んでた時が一番良かったのかな。ハスちゃん今頃何やってんだろ。他にもインベスが。どうすんだよ、どうしちゃったんだよ俺。うわー、俺くさん、オレンさん、あー、おりゃー。パティシエなめんなよ。こんな時のために鍛え直されてきたんだよ俺は。お前も案外作詞だな。諦めちゃダメだ。別に俺は慣れ合いたいわけじゃなくて、その成り行きで仕方なく。なんだよこの黙ってるやつだけがカッコ悪いみたいな流れは。ふざけんな、この俺を差し置いていいとこ見せようなんてそうはいかねえ。まあ任せとけって、この程度の修羅場もう慣れっこさ。なんかカッコつけちゃったけど、マジでヤバくないですか俺ら。了解。ほっ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 、2対1だね、悪いけど。この舐めやがって。ザック、今度はこっちの番だ。ザック何してんのさ、お前裏切んのかよ。しかし味方のふりして相手の懐に潜り込むなんて、お前も相当作詞だね。ザワメもまた賑やかになってきましたね。それでも戻ってこない奴ってのは、まあ確かに俺はまだマシですよ、こうして手を動かす仕事がある分だけ。でも呉島光真、あいつどうするんですかねこれから。いや、おしまいってわけにはいかないでしょ。こっちは散々迷惑かけられたんだ。なんかこう言うことあるんじゃねえの。ここからは長押しで18種です。俺は、アーマードライダー、黒影。いや、あ、自分で名乗るんだ。そしてこいつは、グリドン。ええ家だろ、グリドンで。おい、なんで俺グリドンなんだよ。家ではもうちょっとなんかかっこいい名前。さーて、どういう戦法で行こうかな。俺の立てた作戦はこうだ。危ねえ。まずは、お前が先に立って敵を威嚇する。待て。そして敵に十分近づいたところで、お前が仕掛けると見せかけて、俺が槍で一撃。どうだ。要は喧嘩売られてるってことだよな。だったら買うぜ。行けグリドン。ちょっと、おいグリドン、おいグリドン、チームワークだ。いっちゃ、おいグリドン。その名前やだな。アーマードライダー黒影、この勝負に勝って必ずランキングトップになってやるぜ。長谷ちゃん気合入ってんね。そんじゃ俺も負けずにっと。おいグリドン、何をもたもたやってやがる。チーム外務にクリスマスプレゼントを渡そうと思ってさ。
信しときなって。そういうこと。おい、俺はどうすればいい？もうびっくりさせんなよ。え、何これ、ひょっとしていきなりやられちゃったの？許せねえ。俺はこのままじゃただの雑魚だ。どっちかが弱るまで待ってりゃいいんじゃないかな。その間チーム外務の流言でも襲ってみたら。おう、グッドアイデア、行ってくるぜ。バイバーイ。おい、グリドンはどうした？黙って見てるだけか。チームワークはどうなったんだよ。あのね、ハセちゃん、なんだったら俺たちチームインビットがこのステージを乗っ取っちゃう手だってあったんだよ。バロンに先越されちゃったけどね。戦国ドライバーがないんじゃレイドワイルドも終わりだね。ま、一から出直すしかないんじゃないの。は、城の内、お前、おい、お前らどこ行くんだ。おい、で、あなた誕生日は乙女座。あら、そうちょっと頼りない気もするけれど、鍛え方次第によっては、どうにかなるかもね。スッポーン。はい、はい、はい。え？すっとぼけてるんじゃないわよ。気合を入れて混ぜなさい。もたもたしてると固まるだろうが。ほら、急げ。パーティシエ体力基本だよ。パーティシエ体力基本だよ。はい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 、戻れ戻れ。おら、はい、おいで。いや、無理無理無理。おいで、さあさあ。おー、おやばい、ほんとやばい。おい、行って。はいはいはい、ほれほれ。はっ、あ、ちょっと待って。さあ、坊や、私を捕まえてごらん。この野郎、なんで、はは、笑ってんだ。あははよー、あははオッケー。なんだこれ。え？え？嘘！どうしたの？この程度で音を上げてちゃ本物にはなれないわよ。もうやってらんねえよ。おい、いい加減にしろよこの筋肉だるま。もうこんな茶番うんざりなんだよ。本物本物うるせえしよ。ああ、そうだよ、俺は偽物だよ。そんなこと俺が一番よくわかってんだよ。あんたはいいよな、やりたいことはっきりしてて。だけど今の俺は自分のやりたいことさえもはっきりしてないんだよ。あの俺は、あんたって本当にバカね。やりたいことがはっきりしてないなんて当たり前じゃない。うるさーい。もう困った子ね。え、坊や、坊や。まったく、あなたって本当の本当にバカね。あんな無茶するなんて。でもなかなか素敵だったわ。あなたもどうやら一皮むけたようね。ちょっとだけ認めてあげてもよろしくてよ、坊や。おれんさん、なんかカッコつけちゃったけど、マジでヤバくないですか俺ら。ここが根性の見せ所よ、坊や。気合い入れていくわよ。了解。おっほ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 。2対1だね、悪いけど。さあ、メロンの君の敵討ちよ。沢目もまた賑やかになってきましたね。この町をふるさとだと思ってる人たちがこれだけ大勢いたってことよね。ユグドラシルが亡くなってもちゃんと帰ってきてくれる。それでも戻ってこない奴ってのは、考えたって仕方ないことよりも今やらなきゃいけないことにちゃんと目を向けなさい。まだまだ世の中大変なんだから。まあ確かに俺はまだマシですよ、こうして手を動かす仕事がある分だけ。でも呉島光真、あいつどうするんですかね、これから。どうもこうもないわ。何をやったにせよ子供だもの。オーバーロードに騙されて利用されてた。みんなと同じ被害者。
そういう扱いでおしまいよ。いや、おしまいってわけにはいかないでしょ。そう。だからって、犯した過ちを忘れられることはできない。ある意味で一番かわいそうなのはあの子自身よ。あの子の罪を理解して、どう償えばいいかを教えてあげられる人間が、誰もいないっていうのはね。俺は、アーマードライダー、黒影。いや、あ、自分で名乗るんだ。そしてこ、はい、では続いてグリドン外務外伝バージョン、プロトグリドンフェイスプレートですね。これは、単押しが21周、長押しが6周となってます。いきまーす。電源入れてない。戦国ドライバー！お店来るなんて久しぶりじゃないですか。あ、心配なんて無用ですよ。俺は、スイーツ界のスターですから。いつか、弟子は師匠を超えちゃうもんなんですね。ちょっと早すぎたか？師匠？何するんですか？格好悪すぎですよ！俺の人気をネタんで、こんなことするなんて！俺はもう戦いなんて！あんな変なチョコだったあの頃から、俺は俺で頑張ってきたんだ。師匠！あんたは俺が救ってみせる。変身！くっ、あー！俺は昔のままの俺じゃない！師匠！あんたは俺が知ってる中で一番強い男だ！なんだかわかんないような奴に操られるような男じゃない！あんたは男の中の男なんだ！ヘルヘイムの実？もしかして、変わらない？ダメか？スイーツに酔わせてやるぜ。目を覚ましてください、師匠。師匠大丈夫ですか？無茶しないでくださいよ師匠。店に戻ってきてください。また一からもう一度修行したいんです。ありがとうございます。はい、こっから長押しが6種です。お店来るなんて久しぶりじゃないですか。あ、心配なんて無用ですよ。俺は、スイーツ界のスターですから。いつか、弟子は師匠を超えちゃうもんなんですね。ちょっと早すぎたか？まさかと思って探りに来てみれば、このバカ面。もしかしてフェイク？あーた、私に何か隠していない？新しいフルーツとか。師匠？何するんですか？あら、わからない？こういうことよ。格好悪すぎですよ。俺の人気をネタんでこんなことするなんて。この後に及んで言い訳しても無駄よ。道を誤った弟子を正すのも師匠の務め。せめて楽に送ってあげる。もともと狙われていたのはお前だ。始末はお前がつけろ。俺はもう戦いなんて！あんな変なチョコだったあの頃から、俺は俺で頑張ってきたんだ。師匠！大丈夫ですか？触らないで！このくらい、全然平気なの。無茶しないでくださいよ。少しは元のあなたに戻ったみたいね。師匠？何かしら？店に戻ってきてください。もうあなたのお店じゃない。
はい、続いてブラーボのフェイスプレートが単押しが85周、長押しが12周ですね。行きましょうか。パティシエとお呼びなさい。あなた誕生日は水亀座ね。私とは相性最悪。おまけにエスプリに乏しい受け答え。エレガンスのかけらもないファッションセンス。ノンノンノン。あなた夫妻よ。その短絡的な発想がすでにあなたの貧困な感性を物語っているの。素材人材全てにおいて本物の一品を揃えること、それが当店の揺るがぬポリシー。本物を知りたいのならもっと男を磨いてから出直していらっしゃい。アデュー。呆れたわね。本当に素人の喧嘩じゃない。近頃の子供たちはこんな茶番を見て喜んでるの。何もかも偽物、アマチュアのごっこ遊び。まがいものは本物の輝きを曇らせる。このままでは世間が本物のパッションを忘れてしまうわ。放っておけないわね。誰かが本物の戦場、本物のバトルというものを見せつけてあげないと。私がギャラリーの皆様をお招きしましたの。記念すべき初舞台ですものね。私はあなたたちのくだらないお遊戯に新たなる風雲を呼び起こすもの、オーレン・ピエール・アルフォンゾ。さあ始めますわよ。破壊と暴力のパジェント。古来より戦いとはエンターテイメント。時のローマ皇帝はコロシアムで剣闘士を戦わせ、市民に娯楽の興奮を提供したものよ。今からここで最高のショーを披露してあげるわ。なんて貧弱。これが本当の戦場なら5秒で袋詰めよ。あーた、プロの世界のエンターテインメントは残酷なの。プレイヤーは全て血に飢えた観客たちへの供物。そこがアマチュアのお遊びとの違い。あなたたちとは鍛え方が違いましてよ。なかなか美しいじゃない。アマチュアにしては上出来よ。でも気をつけなさい。美しさと脆さは紙一重。あなた見どころありそうね。鍛え直してまた出直していらっしゃい。サリュー、芸術はえりすぐりの本物だけを残していかなきゃ。あなたたちのような偽物を誰もが放っておくから文化が廃れてしまうのよ。アマチュアじゃないわよ。そうやって気安く人前に立つなって言ってんの。そうよ、私こそが本物のプロフェッショナルよ。どうらっしゃい。ああ、アマチュア風情がよくも。あらいけない、パイ生地が焼き上がる時間だわ。覚えておきなさい。ああ、痛い。これで勝ったと思わないことね。ちょっとお待ちなさい。さい。こんな楽しそうなイベントに私を呼ばないとは一体どういうことかしら。お先にスパード坊や。こんな面白くもないルールよりも二人で楽しみましょう。ムッシュバナーヌ。いいこと。クリスマスってのはね、パティシエにとって一年で一番忙しい時なの。あら、してるわよ。まずはバナーヌの下ごしらえ。全部剥いて丸裸にしてあげるわ。あら、スペール。随分と鍛え直してきたわね。ご褒美にマンゴープリンにしてあげるわ。トレビアーン。なんて美しい。戦場に咲く白い花。あるいは、泉に舞い降りた白鳥。ああ、あなたは一体、ああ、せめて、お名前を。で、あなた誕生日は乙女座。あら、そう。ちょっと頼りない気もするけれど、鍛え方次第によっては、どうにかなるかもね。スッポーン。はい。すっとぼけてるんじゃないわよ。気合を入れて混ぜなさい。もたもたしてると固まるだろうが。ほら、急げ。もうまるっきり悪役のセリフね。ムッシュ、バンナーヌ。私は、オーレン・ピエール・アルフォンズ。またの名を、正義の味方、アーマードライダー。ブラーボ、ボンソワール。ザワメシの皆様、危険な怪物の長寮箱に、不安な夜をお過ごしかと存じます。すべては嘆かわしく愚かな子供たち、ビートライダーズの仕業なのです。ですが、ご安心を。これからは私、ブラーボが、町の平和を守って差し上げますわ。もちろん子供たちは私が厳しい指導によってきっちりとしつけ直します。すでにビートライダーズのリーダーが一人、
私の下で立派に構成しつつありますの。オルボワール。ボンジュー、モンダリン。いつぞやの狩りを返しに来たわよ。あのね、怪物退治なんて契約には含まれてないの。余計なことに手を出して本来の依頼をおろそかにするなんて、プロにあるまじき失態だわ。行くわよ。調子に乗ってんじゃないわよ。ここは一時撤退よ。ムースの仕込みもしなくちゃ。まったく、あの子もまだまだ教育が足りないわね。ロックシードをすり替えておいて正解だったわ。当店のスイーツを堪能してくださっているお客様には、万が一にも失礼があってはならないわ。私のミッションは戦国ドライバーの回収。坊やがきちんとこの場に持ってきた時点で、あとは力ずくで奪い取れば済む話でしょう。これが私の仕事の流儀。あとはあなた次第よ、水亀座の坊や。おとなしくベルトを差し出すか、怪我をしてから差し出すか。好きな方を選びなさい。これまではいつも二人がかりで私と張り合ってきたくせに、たった一人で勝ち目があるとでも。バカボーン、サボってんじゃないわよ。ここは私のステージよ。おほほほほほ、ターンと絞ってあげる。パーティシエ体力基本だよ。はい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 、戻れ戻れ。おら、はい、おいでおいで。さあさあ、おー、はいはいはい、ほれほれ、はさあ、坊や、私を捕まえてごらん。はは、強いだけじゃダメ。何よりもそう、美しくないと。違う、もっとこうエレガントに。うふん、はい、違う、もっとこうビューティフルに。あはん、違う違う。泣いてる場合じゃないわ。もう一度最初から行くわよ。どうしたの？この程度で音を上げてちゃ本物にはなれないわよ。あなたって本当にバカね。やりたいことがはっきりしてないなんて当たり前じゃない。それはそうと水亀座の坊や、うちの子をまた不良の道に引きずり込む気ね。いいこと？その子はね、今が一番大切な時、本物になろうと必死にあがいてるのよ。それをあなたみたいな不良に邪魔させないわ。問答無用変身。素人の目はごまかせても、プロフェッショナルな私の目は、あー、痛い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 、ごまかせないわ。インベスと戦ってるのはあなたたちの自作自演、つぼしですよ。ほらご覧なさい、これが動かぬ証拠よ。もう困った子ね。え、坊や、坊や。まったく、あなたって本当の本当にバカね。あんな無茶するなんて。でもなかなか素敵だったわ。あなたもどうやら一皮むけたようね。ちょっとだけ認めてあげてもよろしくてよ、坊や。ああ、うるわしの白いお方、なんか以前よりもたくましくなってて、す、て、き、あ、ウィーム州、ジューテーム。よかった。いいえ、私本望ですわ。これでようやくあなたの腕の中に。ぼーっとしてんじゃないわよ。いい大人のくせに、こんな子供たちだけに戦わせておくつもり？そうよね。ノンギャラで戦うなんてアマチュアの極み。ただ負けたくないってだけの幼稚なポリシー。でもそれはそれで、見守ってあげたくなっちゃうのよね。理にかなった作戦ね。よろしくてよ。粘りに粘って、チャンスを待つの。こいつは偽物よ。こいつにはエレガンスが欠けてる。私の目は、ごまかせないわ。メロンの君を語るなんて不届き者。許せないわ。まったく。とことん面倒な子たちね。ここは私たちが足止めするわ。さあ、早くお行きなさい。あなたたちがさっさといなくなれば、それだけ早く私たちも逃げられるの。早く行きなさい。ここが根性の見せ所よ、坊や。気合い入れていくわよ。私もいるわよ、偽物坊や。さあ、メロンの君の敵討ちよ。必要仕置きが必要みたいね。戦場ではあんたのような人間をたくさん見てきたわ。力に溺れたわね。おどき、自分たちが何をしてるか分かってんの？ザック、どういうつもり？あいつは最初に人類を裏切った。
ちがこれだけ大勢いたってことよね。ユグドラシルが亡くなってもちゃんと帰ってきてくれる、考えたって仕方ないことよりも今やらなきゃいけないことにちゃんと目を向けなさい。まだまだ世の中大変なんだから、どうもこうもないわ。何をやったにせよ子供だもの。オーバーロードに騙されて利用されてたみんなと同じ被害者、そういう扱いでおしまいよ。そうだからって犯した過ちを忘れられることはできない。ある意味で一番かわいそうなのはあの子自身よ。あの子の罪を理解してどう償えばいいかを教えてあげられる人間が誰もいないっていうのはね、本当に水臭い子ね。はい、こっから12種の掛け合いですね。いいだろう、借りを返してやる。こんな面白くもないルールよりも二人で楽しみましょう。ムッシュバナーヌ。いいこと、クリスマスってのはね、パティシエにとって一年で一番忙しい時なの。だったら仕事しろ。あら、してるわよ。まずはバナーヌの下ごしらえ、全部剥いて丸裸にしてあげるわ。お断りだ。トレビアーン、なんて美しい。戦場に咲く白い花、あるいは泉に舞い降りた白鳥。ああ、あなたは一体。うるさい。ああ、いい、せめてお名前を。で、あなた誕生日は乙女座。あら、そう。ちょっと頼りない気もするけれど、鍛え方次第によってはどうにかなるかもね。セポン、はいはいはい。ええ、すっとぼけてるんじゃないわよ。気合を入れて混ぜなさい。もたもたしてると固まるだろうが。ほら急げ。パティシエ体力基本だよ。パティシエ体力基本だよ。はい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 。戻れ戻れ。ほら、はい、おいで。いや、無理無理無理。おいで。さあさあ。おお、おやばい、ほんとやばい。おいって。はいはいはい。ほれほれ。はあ、ちょっと待って。さあ、坊や、私を捕まえてごらん。この野郎、なんで、はは、笑ってんだ。あははは。よー、あはは。オッケー。あは、なんだこれ。え、嘘。どうしたの、この程度で音を上げてちゃ本物にはなれないわよ。もうやってらんねえよ。おい、いい加減にしろよ、この筋肉だるま。もうこんな茶番うんざりなんだよ。本物本物うるせえしよ。ああそうだよ、俺は偽物だよ。そんなこと俺が一番よくわかってんだよ。あんたはいいよな、やりたいことはっきりしてて。だけど今の俺は自分のやりたいことさえもはっきりしてないんだよ。あの俺は、あなたって本当にバカね。やりたいことがはっきりしてないなんて当たり前じゃない。うるさーい、俺さん。もう困った子ね。え、坊や、坊や。まったく、あなたって本当の本当にバカね。あんな無茶するなんて。でもなかなか素敵だったわ。あなたもどうやら一皮むけたようね。ちょっとだけ認めてあげてもよろしくてよ、坊や。おれんさん、なんかカッコつけちゃったけど、マジでヤバくないですか俺ら。ここが根性の見せ所よ、坊や。気合い入れていくわよ。了解。おっほ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 っ。2対1だね、悪いけど。さあ、メロンの君の敵討ちよ。ざわめもまた賑やかになってきましたね。この街をふるさとだと思ってる人たちがこれだけ大勢いたってことよね。ユグドラシルが亡くなってもちゃんと帰ってきてくれる。それでも戻ってこない奴ってのは、考えたって仕方ないことよりも今やらなきゃいけないことにちゃんと目を向けなさい。まだまだ世の中大変なんだから。まあ確かに俺はまだマシですよ。
こうして手を動かす仕事がある分だけ。でも、呉島光真、あいつどうするんですかね、これから。どうもこうもないわ。何をやったにせよ子供だもの。オーバーロードに騙されて利用されてた。みんなと同じ被害者。そういう扱いでおしまいよ。いや、おしまいってわけにはいかないでしょ。そう。だからって、犯した過ちを忘れられることはできない。ある意味で一番かわいそうなのはあの子自身よ。あの子の罪を理解して、どう償えばいいかを教えてあげられる人間が、誰もいないっていうのはね。はい、最後は、ブラーボの外務外伝、プロトブラード、ブラーボのフェイスプレートを交換した場合は、短く押すのが16種で、長押しが5種ですね。では行きましょう。まさかと思って探りに来てみれば、このバカ面。もしかしてフェイク？あーた、私に何か隠していない？新しいフルーツとか。新しく手に入れたフルーツってまさか、ちょっと私にこんなもんを食べさせようっていうの？パティシエ、失格よ。アーマードライダー、グリドン。あーた、なの？ってなんで逃げるのよ。やっぱりあの子、覚悟を決めなきゃいけないのかしら。あら、わからない？こういうことよ。この後に及んで言い訳しても無駄よ。道を誤った弟子を正すのも師匠の務め。せめて楽に送ってあげる。ちょっと何をこれ、ちょっと、あなた、一体何するつもり？5種。お店来るなんて久しぶりじゃないですか。あ、心配なんて無用ですよ。俺はスイーツ界のスターですから。いつか弟子は師匠を超えちゃうもんなんですね。ちょっと早すぎたか。まさかと思って探りに来てみればこのバカ面。もしかしてフェイク？あーた、私に何か隠していない？新しいフルーツとか。師匠？何するんですか？あら、わからない？こういうことよ。格好悪すぎですよ。俺の人気を妬んでこんなことするなんて。この後に及んで言い訳しても無駄よ。道を誤った弟子を正すのも師匠の務め。せめて楽に送ってあげる。師匠、大丈夫ですか？触らないで！このくらい、全然平気なの。無茶しないでくださいよ。少しは元のあなたに戻ったみたいね。師匠、何かしら？店に戻ってきてください。もうあなたのお店じゃない。また一から、もう一度修行したいんです。言ったわ
外務外伝って結構短いから、もうなんか、ほとんどのセリフが入ってる感じしますよね。はい、ということで CA7 の、6シード、シャルモンセット、以上で、収録されているセリフは、だいたい聞けたかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。以上、紹介者でした。